おいっす、佐久間優吾です。早速本日のお題を読み上げていきたいと思います。自分を否定するのは悪いことではない、こちらのお題に沿って今日も元気に読み上げていきたいと思います。舌が回んない。自分を否定するのは必ずしも悪いとは限りません。世の中にはいい否定もあります。自分を否定するのは変化を求める気持ちの表れです。自分を否定するのは変化を求める気持ちの表れです。自分を否定するのはこのままではいけないという心の叫びです。変化をしなければいけないということが直感的に分かっている発言です。自分のことを客観的に見ることができています。客観的に自分の状態が分かっているのですから素晴らしいことです。自分を否定できるのは向上心の表れなのです。ただし否定とはいえ下向きに否定するのはよくありません。自分は不合格の人間だ。自分の未来は暗くなる。下向きに否定をしていると本当に悪くなります。否定するのなら上向きに否定するのです。このままではいけない、もっと頑張らなければ、今のままでは不十分だ、改善方法があるはずだ、もっと向上するために今の自分を否定するのです。これが変化です。気持ちが上を向いている限り成長も続きます。今日の格言、自分を上向きに否定する。ということで本日のお題はこの辺で、良い花金を。本日もご清聴いただきありがとうございました。バイバイ。